最終ラインに塩谷ということで、うん、ここちょっと監督の狙いが見えてきますね。そうですね、やっぱりサイドでよりアグレッシブにいって、そして今日3トップのユニットはヤン・マテウス、アンデルソン・ロペス、左チャンス到来井上です。アウェーマリノスです。前半の45分のスタートです。繋いでいきますマリノスです。センターバックは畑中、右は松原です。中でトルガヤルスラン、こぼれてパシエンシア、ポープ、東の左足、低いボールで加藤、立ち上がり2分、広島の若大将が取りました。中でもさあ、これをどうジャッジするでしょうか。そうですね、ゴールイン。さあ井上対中野、いいところで受ける、スイッチする、井上の右足だ、幅の井打点が吠える、結果を出しました井上健太。中には2枚います、パシエンシアと加藤、松本も入ってきた、うん、おーっと自ら行った、失点直後、紫の魔法使いの一振りだ。まだ前半の21分、さあ中から外に出て受けました加藤、加藤のクロス、トルガイアルスだ、またしても紫の魔法使い、リーグ戦7試合7、さあ荒木を釣り出したマリノス、アンデルソン・ロペス、足裏で舐めた、またいだ、ロペスの右足浮かしてゴールイン、はい、収まる、点取る、浜の超人レフティアンデルソン。前半終了の笛です。広島マリノス3対2です。新井が右のウィングバック、はい、で塩谷が1列上がってボランチ、右のストッパー中野ということになります。新井中に入る、新井切り返した、新井の右足、途中交代、すごい、後半の頭から入ってきました新井。加藤、松本大志、左足クロス、トルガイ、佐々木が取って東、左足でクロス、外で新井、もう一回、中で待っていました加藤、今日2点目、攻撃陣大爆発、なんと広島5点目です。右サイドからの作りから、まあ、佐々木選手がね、一つここいい形でボール奪って、まあ、東選手のこのセンタリングですよね、最初の、まあ、やっぱいいとこ見てるなっていう形と、ね、原井選手よく見てますね最後までね、これね、最後は加藤選手ね、しっかり決めきる、いい形ですね。審判交流プログラムとしてメキシコから来ましたセサル・ラモス。まあ、形としては変わらず 4-3-3、 満田が抜ける、満田抜けてクロスは大外、東だ、アシストもしてゴールも取る、顔を出した加藤充希、変わって入ります。7月14日福岡戦以来の新井のボール、ピエロス、怪我から戻ってきた広島の王様、ここで試合終了の笛です。 J を彩る紫、首位返り咲き、